美人館創業者の杉本真理と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、美人館が20年以上お勧めしているビーバンジョアの薬用ホワイトニング、エッセンシャルベース日焼け止めですね、こちらをもう20年以上、おすすめしてるんですけど、まあ、なんとリピーターすごく多いんですよ。まあ、なんでかっていうお話を今からさせていただきますね。まず使い心地はこう日焼け止めって日焼け止めつけててこう 日の当たるところに行くとなんかホテルじゃないですか。でもホテルがないんですね。であと白浮きしない、塗っても全然白浮きしない、それとベタベタしない、この3つが特徴がすごくこう使い心地が良くて、実は1万4000円もしちゃうんですけれども、これ、61g も入ってますので、だいたいよく使う、顔もデコルテもみんな使う人で、だいたいそうですね、3年で2本買うぐらいのペースで、買っていただいてます。だから決してお高い買い物ではないと思います。でまず紫外線防止をなぜしなければいけないのかっていうお話をさせていただきますとですね、こちらの女性を見てもらうと、どちらも28歳の女性なんですけれども、生まれてからずっと紫外線を浴び続けてきた女性で、それなりにですね、紫外線の少ない地域で育った女性のお顔っていうのが全然違いますね。まあ、実際この日本人の女性の28歳よりもっと綺麗な28歳が今はいますけれども、なぜかと日本の国は結構この化粧品文化が進んでまして、この日焼け止めっていうのもかなり文化的に進んでますので、もっともっと 今の28歳は綺麗ですけど、まあ、自然に何もせんとした28歳としてですね、見ていただいて、このぐらい変わるっていうのを、光老化っていうのはこのぐらい恐ろしいっていうお話なんです。それで、光老化って何が起きるのかなっていうことで、紫外線の説明させていただきますと、紫外線は A 波 B 波 C 波と3種類あります。C 波はオゾン層がありますので届きません、地球上に。そして、地球上に届く A 波と B 波というのがあるんですけど、 90% は A 波ですね。で A 波はシワとたるみの原因になります。日焼けがシミそばかすが怖いって言ってますけど、日焼けで一番怖いのはシミと、シミそばかすよりもシワとたるみなんですね。でシワとたるみを、なんで紫外線を受けるとシワとたるみが増えちゃうかっていう話になりますと、それは皮膚の奥にある、その皮膚の中でエラスチンとかコラーゲンとか、それからヒアルロン酸、こういうものを作ってくれる細胞を叩き壊すからなんですね。だからシワが増えるんです。そしてこの A 波というのは安心できない、年がら年中、1年中、しかもガラスも通すっていう恐ろしい紫外線ですので、なので、日中日焼け止めが必要ですよって話になります。そして B 波ですね、皆さんシミが増えちゃう、そばかすが増えちゃうっていうこの B 波に関しましては、B 波が作ってるんですね。でその B 波は、4月からだいたい9月ぐらいまでがピークに出てますので、冬だから、だから春先だからまだ大丈夫、真夏になるので日焼け止めなんか使わなくても大丈夫って思ってらっしゃるかもしれませんけれども、日焼け止めは年がら年中することが、その光老化を防ぐ一番の最適の、話になりますね。ですので私どもはこれ年がら年中使ってくださいねっていうことでお勧めしています。絶対使うと満足されるし、まだリピーターまだ買いたくなると思いますので、ぜひとも使ってみてください。ご清聴ありがとうございました。